ボブサタンタンゴ、映画大好きズンダモンなのだ。あら、ズンダモンじゃない？あ、つむぎちゃんなのだ。最近何か見たなのだ。渋谷のユーロスペースで、ブルリケ、オッティンナーのタブロイド紙が写したドリアン・グレイを見たよ。難解な映画だったけれど、ファッションが印象的で、マブゼ博士の服がアンダーテイルに出てくるメタトン EX っぽくて面白かったわ。僕は最近変な修羅場映画を見たのだ。今日は3問、修羅場映画について語っていくのだ。ゆっくりしていってね。絶壁の彼方に。ズンダモンへ。あなたはすごい医者です。アガボスニア国ではあなたは英雄です。あなたの腕前を見たいから手術しに来てね。カスカベツムギより。ズンダブラックジャックの妖精ズンダモン参上なのだ。お待ちしておりました。早速手術しましょう。あ、患者さん死んじゃったのだ。まずいっすよ。どうしましょう。このままだと殺されちゃうかも。逃げるのだ。果たして彼は独裁国家から脱出できるのでしょうか。本作はヒッチコック映画さながらの修羅場修羅場のツルベッジが楽しめる作品となっている。そしてその演出に光るものがある。例えば言葉に着目してみる。アメリカ人であるマーローはボスニア語が全くわからない。彼が群衆に紛れながら逃げているとすぐ近くに軍人がいたりする。そして何やら話し込んでいる言葉の中にアメリカと聞き取れる言葉が混ざってくる。これにより危機がすぐそばにまで迫っている恐怖を与えることができる。後半にはタイトル通り絶壁を使った面白いアクションが見られるのだ。ライフ。中途社員ズンダモン、今日からエンジニアとして頑張るのだ。早速だがレイド構成の変更をお願いします。うち予算がないからハードディスクを再利用してください。既存のデータを移した後にハードディスクを初期化してください。一人でできますか。任せろりなのだ。わからないとこもあるけど調べれば余裕でしょう。夜勤は大変なのだ。でも誰も見ていないから楽なのだ。よし、あとはこのジョブを流しておけば大丈夫だ。帰って寝るのだ。うん、朝から何なのだ。もしもし、ズンダモンなのだ。なんだって、急いで行くのだ。おはようございますなのだ。おい、会社のデータが全部なくなったぞ。ロールバックできません。もう終わりだわ。すみませんなのだ。我が社は倒産だ。会社の全データを吹っ飛ばした人はどうなるのだろうか。通常であればクビになったり歯科帝国に送り込まれて強制労働をさせられるのだ。しかしこの映画の主人公はなぜか社長に就任し、ヤクザから子供たちのためにプールを作る資金を集めろと家族を人質にされてしまうのだ。当然ながら社長センスのない彼は全然金を集められない。そしてだんだんと逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだと怒り神事みたいに新生世界へと引きこもっていくのだ。3時間常にクライマックスな展開に爆笑なカザフスタン映画だったのだ。ゴーゴーテイルズ。ズンダ劇場へようこそ。ここではセクシーなお姉さんたちがダンスを踊るよ。俺の女だ、話せ。ズンダモンはどこだ。今日こそテナント料払ってもらうぞ。治安ゴッサムシティ経営日の車自転車操業毎日が修羅場なズンダモン劇場。ドローンするのだ。オーナーズンダモンにやる天気が訪れる。次の当選者です。宝くじっすか。当たるといいっすね。真剣なのだ。静かにしてなのだ。52。次なのが出てほしいのだ。最後の番号は7。やったなのだ。大金持ちなのだ。もうすごすぎる。やりましたね。The next day。あれ、
ここに宝くじをしまったはずなのにないな。昨日なんかいいことあったんだって？テナント料払ってくださいよ。当たった金で何しよう。まずいのだ。こうしてなくした宝くじを探す冒険が始まるのだ。この映画の見どころはウィレム・デフォーの演技。追い詰められながらも修羅場をくぐり抜けていく様が痛快なのだ。特に終盤の演説シーンが最高すぎて泣いたのだ。本作の監督はアベル・フェラーラで、しょっちゅうウィレム・デフォー主演の映画を撮るのだが、毎回味わい深い演技を引き出しているのだ。ちなみにこの映画はよくチャイニーズ、ブッキーを殺した男、オフェラーラが映画化した作品と語られるけど、内容はルネクレール、ルミリオンなのだ。ラストも非常に似ているので、ゴーゴーテイルズは猥雑になったルミリオンだと僕は思うのだ。どうだった？どれも面白そうな映画だね。私はカザフスタン映画ライフが気になりました。修羅場映画は甘い蜜なのだ。映画見たくなりましたね。みんなはどうだった？面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。モチベーションにつながるのだ。またね。またなのだ。